いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ウワタだよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、サントリーより2020年3月31日にファミリーマート限定で発売されたカフェドボス、カフェカラメリゼ、こちらご紹介したいと思います。本体価格128円、税込み138円となっております。こちら販売地域は全国です。コーヒーとキャラメルにバニラの風味を効かせた甘香ばしい味わいのキャラメルラテですというですね。です。カフェでボス、カフェカラメリゼ、香ばしいキャラメルとなっております。こちらバニラの風味を効かせた甘香ばしいキャラメルラテ。さあ、こちらコーヒー飲料となってまして、内容量は 280ml で、サントリーフーツさんですね、販売者は。カロリーは 100ml あたり 40kcal、 炭水化物は 7.7g となっております。こういう注意書きが書いております。よく振ってくださいと書いております。よく振ります。はい、そしてこれほとんど来るということで両方とも販売ができますが、まあね、実際では振っていきたいと思います。では開けていきたいと思います。じゃあ、いただきます。キャラメルのいい匂い、うん、甘い、美味しい。なんかもうキャラメル、大げさに言えばキャラメルを飲んでるように濃厚さはないけれど、キャラメルとミルクを一緒に飲んでる感じ、うん、うまい。この疲れた日常をね、こういう甘いものでこう癒すっていうのも大事だと思うんですよね。大事だと思うんですよね。美味しい。まあ、ほのかにね、このバニラの香りがするんで、また余計にまたリラックス効果っていうのが出てると思います。他は4です。美味しかったです。ぜひね、ファミリーマート限定でございます、このカフェカラメリテ、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなった方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。ではじゃあね。